こんにちは、ともです。セブンイレブンでホットドッグ買ってきました。温めてもらってきました。いただきます。なんかこういうホットドッグとかソーセージマフィンとか好きなんですよ。なんかお昼は割と軽くていいなっていう感じです。今外ね、みぞれ降ってました。みぞれですね。なんか雨でもなく雪でもなく寒いですね。毎日昨日もね、胃腸の調子が悪くてなんかもうずっと寝てましたね。で、ビオヘルミン飲んで寝たらなんか今日は治りました。セブンイレブンとかスーパーでもそうなんですけど、私小銭を出すのが苦手なんですね。786円とか小銭を出すのが遅いんですよ。で、早い人いるでしょ、小銭出すのパパパって。なんか私は多分早い人の2倍3倍ぐらい時間がかかってじーっと見られてるのがすごい恥ずかしいんですよ。遅いなって思われてるかなとか、なんか後ろに並んではったりしたらもう早くせなと思って、でそれでもうなんかこう焦ってる時はもう小銭がいっぱいじゃらじゃらあってもう出さずにお札を出したりするんですよ。なんかね、小銭出すのパパパって早い人なんかスマートでいいなって思いますね。なんかいつもね、小銭出す時恥ずかしいです。コメントでね、離婚理由を簡単に教えてくださいっていうのがあって、私再婚なんですけど、最初の結婚してで離婚した理由は、1個じゃないんですけど、大きく言えば性格の不一致でも、まあね、結婚する時はね、すごいやっぱりその人のことがいいなと思って結婚するじゃないですか。まあでもこう時が経ったらこう変化したりしますよね。なんか将来なんかずっとこの人と一緒にいたくないなって思いましたね。私がそう思うってことはやっぱり相手の方もそう思ったんやと思いますね。だから離婚は何も揉めることもなく、なんかスッと、はい、スッと離婚しました。それと大阪弁なんですねって言われたんですけど、はい、大阪です。もうずっと生まれた時から大阪で、どこにも行ったことないですね。もう一個、マイクは使ってますかっていう質問があったんですけど、私はマイク使ってないです。ここにつけるマイクありますよね。あれをまた買おうかなって思ってるんですけど、今んとこは編集の時に声を大きくしてます。でもやっぱりマイクの方がね、声が綺麗ですね。そう思います。これこないだネックレス掃除してたら出てきたんですけど、なんか朝起きたらなんかこんななんか絡まってここが動かなくなってるんですよね。なんか知恵の輪みたいになって、もうこれしょうがないんでこのままにしてますけど、またそのうち外れるかなと思って、はい。はい、ごちそうさまでした。